この度はチャンネル登録者数12万人のゴッドコウタンの記念に集まってきていただきありがとうございました。わー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 、おめでとうゴッドコウタン、わーわーわー、おめでとうゴッドコウタン、おめでとう、みんなありがとう。こんなにお祝いに来てくれてゴッドコウタンはとても嬉しいよ。本当にありがとう。チャンネル登録者数12万人記念に集まってくれてどうもありがとう。今回はゴッドコウタンさんのチャンネル登録者数12万人を記念して、特別な方たちから素敵なビデオメッセージが届いております。え？ビデオメッセージ？一体誰からだろう。気になるなぁ、気になるなぁ、早速見せてくれよ。それではゴッドコウタンさんが昔からとても仲良くしていたある方からの、お祝いのメッセージが届いております。後ろのビデオをご覧ください。どうぞ。どうもー、コタニウム博士です。みんな元気？今は SCP の研究やってます。チャンネル登録者数がゴッドコウタン12万人いったということで、とてもめでたいですね。こんなにめでたい日は、お歌でも歌っちゃおうかな。Happy birthday to you.Happy birthday to you.Happy birthday dear.Happy birthday to you. なんだあれは。どうして会場の前にあんなにでかい化け物が眠っているんだ。おい、お前、あいつのことちょっとちょっかいかけてみろよ。やだよ、だって、あんなでけえ化け物、絶対攻撃したら殺されるに決まってるだろ。大丈夫で、あいつ寝てるから。それに見ろよ。手になんか持ってるぜ。あの手のやつ、きっとめちゃめちゃに綺麗なもんだし、そう、超高価なものだ。きっとな。だからあれをゴッドコウタンさんに持っていけば、きっと喜ばれると思うぞ。確かに。じゃあ、ちょっとだけ、ちょっとだけ、ちょっかいかけてみようかな。おい。うわぁ！前、ああ、なんだあれは。うわ、寒い。起き上がっちまった。どうしよう。おい、早く離れた方がいいぜ、お前。なんてことだ。なんてことだ。殺されちまった。本部に今すぐに連絡しなければ。シリーズは恐竜がいる世界なんです。ルル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 。見てごらんなさい、これ。助けてくれ。バジモノに。バジモノに襲われている。なんだ、どうした。うわ、一体会場の外で一体何が起きているんだ。ん？どうしたんだい、ゴッドコウタン。なんか、やばそうな雰囲気あったけど、今の。いえ、全然大丈夫です。ただなんか、変ないたずら電話かな。まあ、引き続き登録者12万人のお祝いパーティーを続けましょうか。やったね。じゃあ次のビデオ見せてよ。次の、メッセージは、ゴッドコウタンさんが最も尊敬している人物からの特別なメッセージが届いております。それではどうぞ。敵侵入、直ちに防衛せよ。皆の者、構え。一斉射撃、発射。やあ。やあ。ダメです。全滅しました。もうすぐそちらに来てしまいます。会場の皆さんを避難させてください。く。皆さん、ここで、緊急報告ができました。どうやらこの会場にとんでもなくすごい化け物がやってくるそうです。皆さん直ちにパニックにならないように会場の警備員の皆さんの指示に従って今すぐ出口から、ご退出願います。ざわざわ。え、なんか化け物？いきなり？なんで急に？怖いよママ。怖いよ。バケモノだって？どうしようどうしよう。目で、もうダメです。これ以上抑えきれません。キャー！キャー！早くここから出してくれ。キャー！出してて。なんだあいつは。こうなったら、やつに連絡しろ。あいつを倒せるのはきっと、あのゴッドコウタンだけだ。今すぐコウタンを出動させろ。は、了解しました。凶悪な化け物がいると聞いてきたのだが、例の武器は出来上がっているんだろうな。コウタン様、今お届けに上がろうと思っていました。おう、これは。
はい、敵モブ戦闘用ダイヤモンド剣ジャッカル。今までのバニラフルエンチャ鉄の剣ではなく、初のコマンド仕様フルエンチャ剣です。エンチャントレベル20、攻撃力17、もはやサバイバルでは作り出せない代物です。攻撃頻度は 1.6、 エンチャント数は、剣につけられるエンチャント全部、特攻系エンチャントはアンデッド特攻か虫特攻か、ダメージ増加とアンデッド虫特攻で、パーフェクトだコウタ、感謝の極み。この武器を使って生意気なアンデッドを討伐してくれよ。やっと来たかコウタン。あ、成敗、成敗、成敗、あ、動けない、あ、成敗、あ、いや、え、いや、高速なんたら術式、解除、高速なんたら術式05、あ、クラッシュした。楽しい。こんなに楽しいのは何年ぶりか。貴様の名前は何だ？フロストモウ。貴様をボス以上の敵モブだと認識する。高速戦式、第3号、第2号、解放、状況 A、承認認識、目前敵の完全沈黙までの間、能力使用限定解除開始。では教育してやろう、本物のゴッドコウタンの戦闘装というものを。くれ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 、クロムウェル行け、クモル、クロムウェル行け、行け、いや、行け、みんな行け、行け、行け、クロムウェル待って、行け、よし、よし、いや、いや、よし、所詮こんなものか、小僧。すごい、あの化け物を一瞬で倒した。あの人は一体何者なんだ？ゴッドコウタン、すごいぞ、ゴッドコウタン、すごいぞ、ゴッドコウタン、ありがとう、ゴッドコウタン。永久死じゃない。救世主ゴッドコウタン、ありがとう。わー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 。これがやりたかった。詳しくはヘルシング OVA パート2を見てくださいな。Amazon プレミアムで見放題ですよ。僕はそれに加入しているので見放題でしたし、めちゃめちゃにハマりましたし、今現在ハマっています。最終回まで見ましたけれどもね。ゴッドコウタンチャンネル登録者数12万人おめでとう。ありがとう。ゴッドコウタンが12万人いったのはゴッドコウタンのおかげです。本当にみんな応援ありがとう。っていういつものくだりをやろうかなって思ったんだけれども、途中でさ、その、パーフェクトだコウタンってあったじゃん。あのくだりがどうしてもしたくなっちゃって、あのくだりをするためだけに、あの茶番を取ったね。一番最初はさ、あのフロストモーの場面のゾンビとかにしようかなって思ったんだけど、でも、カスタム NPCs ってもっと使っててね。で、その追加されてるさ、僕のゴッドコウタンたちはさ、ゾンビに襲われないんだよね。設定のやり方わかんないし。だから、まあ、仕方なくフロストモーにした。まあ、フロストモーもさ、見た目かっこいいしさ。で、ゾンビだったらゴッドコウタンに倒されちゃうし、普通に。だから、あれにした。ちなみにあの、フロストモーっていうやつは、あの、次のマインクラフトシリーズで出てくるモブだからね。ちなみにあの、さっきのさ、茶番でさ、スクリーンにさ、恐竜がうんぬみたいな言ってるやつあったじゃん。シリーズは、恐竜がいる世界なんですね。ルルルル、ルルルル。スキー見てごらんなさい、これ。うわぁ、助けてくれ。あれもね、新シリーズのヒントですね。皆さんも、新シリーズ、何のシリーズか分かった人は、コメント欄に書いてね。SCP シリーズはね、最終回はまだだよ。でも、まあ、最終回みたいなもんか。一応最終回撮って、で、その最終回をもっと洒落た感じにしたいから、ネタを思いつくまで待ってたんだけど、なかなか思いつかないから先に新シリーズやろうかなって思った。で、あと、その総集編も、そのうち出るから。でもあの SCP シリーズサバイバルが終わったからといって、別にあのモッドに更新があったら、普通に新しいシリーズとしてやるよ。シーズン2みたいな感じで。他の形で SCP 紹介するかもしれない。あの、1分で紹介する SCP みたいな、それのマイクラバージョンみたいな、そういうのをやろうかなーなんていう風に思っている所存でございます。ということで、こんなもんかな。チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。
チャンネル登録者数12万人ありがとうございました。それでは、さよなら、バイバーイ。